もしあなたを殺して食べたいと思っている人がいるとしたら、遡ることおよそ12年前の2010年9月3日、スロバキア奇策。この日、20歳のスロバキア人女性、ルシア・ウクナロワは、町外れの森の中で、ある男と会っていました。それじゃあ、約束通り、この契約書にサインしてもらえますか？男が書類を差し出すと、ルシアは彼の言う通りにサインをします。サインし終わった書類を受け取ると、男は満足げな笑みを浮かべ、こう言いました。早速始めましょうか。人気のない森の中で、男とルシアは一体何をするというのでしょうか？その答えは、ルシアがサインした書類に記されていました。あなたが私の死体を食べることに合意します。自分の死体を食べられることに合意した女性、彼女がその恐ろしい契約を受け入れたその理由とは。女性と謎の男を結びつけたのは、追い詰められた人々が集う禁断の場所だったんです。おはっす、ソアリンに乗りながら松茸食べたいよ、ケンちゃんです。捕まるわよ、それは。七輪で三万を焼いて秋を楽しみたい、やみやみこです。ソアリンの上でだから捕まるんだって。あんた演出になるかなと思って、海の上でみんなでボート漕いでるやつ。なんでよ、太平洋横断してんのそれ。何してんのそれ。何言って。本日ご紹介するのは、スロバキアで起きた恐ろしい殺人事件についてなんですが、この事件ですね、犯人が被害者の女性とね、死の直前に結んでいたある契約っていうのが、本当に恐ろしい内容として注目を浴びた事件なんです。俺から殺す相手と何契約結ぶっていうの、悪魔儀式みたいなこと、どういうこと？中二病か。まあ、本当ね、恐ろしいんですけど、なんとですね、女性は犯人に殺される直前、もし自分が死んだらこの後、私のお肉を食べてもいいですよというね、契約書にサインをしたんですよ。はぁ、なんでこんなことになってしまうのか、早速見ていきたいと思います。森の中の契約。遡ることおよそ12年前の2010年9月3日、舞台はスロバキア奇策。20歳の女性ルシア・ウクナロワは、町外れの森の前で誰かを待っていました。しばらくしてそこへ現れたのは、メガネをかけた小太りの男。あなたがルシアさん？メガネの男はルシアに舐め回すような不気味な視線を送りながら、そう尋ねました。ルシアは静かにうなずきます。彼女はどこかうつろな表情を浮かべており、男がどんな目つきで自分を見ていようと全く意に介さない様子でした。しばらく立ち話をした後、二人は森の中へ入っていきます。そして森の奥の人気のない地点にたどり着いたその時、メガネの男は抱えていたカバンから一枚の書類を取り出しました。それじゃあ約束通り契約書にサインをいただけますか？ルシアは何も言わず、男が差し出した書類を受け取ると、言われた通りにサインをします。ルシアから戻ってきた書類を眺め、満足した様子で何度もうなずくメガネの男。男が契約書と呼ぶその書類には、確かにこう書かれていました。あなたが私の死体を食べることに合意します。本当にどういう状況なの？男はもちろんなんだけどさ、女性の方もなんかやっぱちょっとおかしいわよ。死体をね、食べられること自体になんかそんな何も感じてなさそうな時点でもうイカれてるんですけどね、うんうんうん。ルシアが奇策の森へ出かけた9月3日以降、彼女が自宅へ戻ることはありませんでした。心配したルシアの家族から相談を受けた警察は、彼女がまだ20歳の若い女性であることを踏まえ、家出の可能性が高いと判断。しかしルシアのパソコンから見つかったあるメールをきっかけに、その予想は覆されることになるんです。カニブーム。警察は怪訝そうな表情を浮かべながら、パソコン画面に映し出されたその言葉をつぶやきます。カニブームというのは、ルシアがここ数週間何度もメールのやり取りをしていた人物のハンドルネームでした。これってきっと森で会ってた男のことでしょ？そうなんです、うん、このね、男についてね、調査を進めていた警察はある真実に気がつくんです。ルシアに当てられたメールからカニブムのメールアドレスを入手した警察は、プロバイダーの協力を得て、カニブムが他の人ともメールのやり取りをしていないかを調査すると、カニブムはつい数ヶ月前にもルシアとはまた別の女性と頻繁にメールを送り合っていたことが発覚します。これはもう確定だな。女性の素性を調べた警察はため息混じりにそう口にしました。カニブムが数ヶ月前にやり取りをしていたその女性の名前はエレーナ・グジャコワ、30歳。実は彼女はルシアがいなくなる3ヶ月前に失踪していたんです。そして何より、ルシアとエレーナの両方にカニブムは同じ内容のメールを送っていました。その内容は、私と契約しませんかというもの。しかしこの時点で警察が突き止められたのは、2人の失踪にカニブムが関与しているということだけでした。結局そこから捜査の進展はなく、ルシアの失踪から半年間、カニブムの正体は一向につかめずにいました。死体を食べられる契約してる人は一人じゃなかったってこと？二人いたってこと？その理由はですね、後ほど明らかになるんですけど、警察はね、あることがきっかけでカニブムに急接近することになるんです。カニブム。おとり作戦。ルシアの失踪から半年後の2011年4月、スイス警察に次のような通報が入ります。ネットで知り合った男からいきなり、
バラバラ死体の写真が送られてきたんだ。通報したのはスイス人男性のマルクス・デューパック。写真の送り主のハンドルネームはカニブムでした。カニブムはマルクスとも契約を交わそうとしており、死体を食べるというその内容が冗談ではないことを証明するため自宅で保管している死体の写真を送っていたんです。そしてこの写真をマルクスから見せられた警察は彼にこう問いかけます。この男をおびき出すためにご協力願えますか。そう、過去に失踪したルシアやエレーナとは違い、マルクスはカニブムと契約を結ぶ前の状態。警察はマルクスになりすましてメールをやり取りすることでカニブムの尻尾をつかもうと考えたんです。これはついにカニブムの正体がわかりそうじゃない。そうなんです、こっからね、事態は急展開を迎えるんです。マルクスのアドレスを使い警察がやり取りを進めていると、ついにカニブムから契約締結の日付と待ち合わせ場所を指定するメールが届きました。5月10日スロバキア奇策の森で、とうとうカニブムとの約束を取り付けた警察は気を引き締め直すようにして言い放ちます。よし、スロバキア警察に連絡だ。こうして迎えた2011年5月10日、スイス警察はおとり捜査官をスロバキアへ派遣。連絡を受けたスロバキア警察もカニブムが凶器を所持している可能性に備え、奇策の森に特殊部隊を配置します。そしていよいよ運命の時が訪れました。マルクスになりすましたおとり捜査官はカニブムが現れるのを静かに待っていた。すると間もなくして捜査官はこちらへ向かって歩いてくる小太りなメガネの男に気がついた。 T シャツにベストを着たラフな装いに捜査官は一瞬その男を通りすがりの誰かだろうと考えた。しかし近づいてきたその男が口を開いた瞬間、捜査官はその正体がカニブムだと確信する。あなたがマルクスですか。そう声をかけられた捜査官はカニブムの方へ目を向けると、警察ら手を挙げろ。すかさず拳銃を取り出して叫んだ。捜査官がカニブムと接触したことを察し、待機していた特殊部隊も警戒態勢を強める。しかし次の瞬間、事態は予想外の展開を迎えた。銃弾を受けてよろめいたのはカニブムではなく彼の目の前にいた捜査官だった。隠し持っていた銃を片手に不敵な笑みを浮かべるカニブム。カニブムの放った銃弾を胸に受けながらも捜査官は残りの力を振り絞り、何度か拳銃の引き金を引いた。こうして奇策の森に数発の銃声が鳴り響いた後、向かい合っていた二人の男はその場に崩れ落ちた。カニブムは捜査官も死んじゃったの。最悪の事態は免れたんです。捜査官相手にとっさの銃撃戦を繰り広げたカニブム。この男が銃の扱いに慣れていたのは射撃クラブに所属していたためでした。現場での身のこなしからカニブムは今回のような状況を想定し、日頃から銃撃戦のリハーサルをしていたと推測されます。その後病院に運ばれた捜査官は胸を撃たれていたものの、なんとか一命を取り留めました。一方のカニブムは搬送後の2日後に死亡。この男がメールでやり取りをしていた人たちを森に呼び出して何を行っていたのか、本人の口から語られることはついになくなってしまったんです。そして森での一件の後、カニブムの自宅を捜査した警察は失踪したルシア・エレーナの遺体の一部を発見。さらにこの時見つかった遺体は女性2人のものだけではありませんでした。発見された遺体の数はなんと30人分。30人？ 30 人全員が食べられる契約してたってこと？その可能性はね、否めないんですけれども、そもそもね、カニブームが一体どうやってこれだけの人とね、そんな交流を持っていたのか。実は、日本でもね、使われているあるツールを使ってですね、交友関係を広げていたんです。禁断のツール。カニブムの正体、それはマテイ・チュルコという43歳の男性でした。幼少から勉強が得意だったマテイは専門学校を卒業後保険会社へ就職。パソコンに詳しかった彼は IT 部門で責任者を任されていました。周囲から見れば仕事のできるごく普通のサラリーマンだったんです。しかしそれはあくまでもマテイが社会に見せていた表の顔に過ぎません。彼はいわゆるサイコパスで内なる殺人衝動を隠しながら社会にうまく順応していたんです。はいはい、俗に言う隠れサイコパスだったわけね。隠れてないんですけどね、出てる、にじみ出てる。最初にマテイの危険な欲求が発覚したのは彼が13歳の頃。こいつを殺してみたい。うわー！マテイの前で怯えた様子で腰を抜かしているのは彼と遊んでいた隣人の少年。マテイは遊んでいる最中に突然豹変し、少年に向かってナイフを突きつけたんです。この時少年に怪我を負わせてしまったマテイは1ヶ月間精神病院に入院することになりました。その後も成長するにつれ銃器を収集したり格闘技を習い始めたりといった趣味に没頭するようになったマテイ。それらは全てその手で人を殺めてみたいという欲求からのものでした。そしてある時欲求に歯止めが効かなくなってしまったマテイはついにこんなことを考え始めるんです。誰かを殺して食べてみたい。その願望を叶えるために彼が利用しようと考えたツールこそが30人もの被害者を出した元凶、自殺サイトでした。じゃあ何、もしかしてマテイがメールのやり取りしてた人たちってさ、自殺サイトで知り合った人たちなの？マテイ、
マテイじゃないんだわ。マテイなんだ。聞いた時にちょっとマテイって思っちゃったから、うん、いいのに見逃して、うん、まあまあヤメゴさんね、自殺サイトってね、具体的にどんなものか想像つきますか？掲示板みたいな、なんか自殺したい人集まれみたいな感じ、うんうん、まあ、結構ちょっと謎に包まれてますね、うんうん、というわけで本日のメトラーキーワード、自殺サイトについて絶対みんな使わないで。自殺サイトとは、自殺願望を持つ人たちが交流するために作られたサイトのこと。サイト内で行われるやり取りは、主に自殺方法についてや自殺を後押しし合うものなど、場合によっては自殺の瞬間を配信するようなとんでもない事例もあるんです。自殺サイトに集まる人が持つ自殺願望を利用した殺人事件は日本でもたびたび問題となっています。そうした事件の犯人は、自分の望んでいた殺し方ができると思った、罪悪感が薄かったなどと供述しており、自殺サイトは自殺だけではなく殺人を助長している面からも非常に危険だとされているんです。自殺サイトを使えば、誰かを殺して食べたいという欲求も簡単に満たすことができると考えたマーティ。彼はそこから殺して食べるターゲットを探すための専用のハンドルネームを考えました。そのハンドルネームこそがカニブムだったんです。カニブムは人肉食を表すカニバリズムとマーティの頭文字である M を組み合わせた造語。マーティはハンドルネームにそのまま人を食べたいという願いを込めていたんです。込めるな、名前に。カニブムってそういう意味を込めてたわけね。ハンドルネームにまでちょっと意味込めるなんて相当キモいんだけど、うん、本人はね、かっこいいと思ってたのかもしれないですけどね、めちゃくちゃダセーぞ。マテイは自殺サイトに書き込んでいたユーザーに片っ端からメールを送りました。あなたを殺して差し上げます、その代わりにあなたの死体を食べさせてください。するとマテイが睨んだ通り、メールに反応する人が何人も現れたんです。ここから彼は次々と自殺志願者と契約を結び、殺しては食べるという行為を繰り返していきます。しかしマテイには一つある誤算がありました。それは、自殺サイトを利用している人全員が明確な自殺願望を持っているわけではないということ。最後のターゲットとなったマルクス・デューバックがまさにそうでした。マルクスは自殺サイトにこんな書き込みをしていたんです。僕を殺してください。彼は職場でいじめを受けており、半ば投げやりな気持ちになっていたんですが、それはあくまでも一時的な感情だったんです。もう死んでも構わない。書き込みを行った時にはそう思っていたマルクスだったんですが、マテイが殺した人を食べている証拠に死体の写真を送ったことで、彼は我に返り警察へ通報したんです。いや、そりゃ誰でも書き込めるサイトなんだからさ、まあ、その中には本気じゃない人だっているわよね。そうなんですよ。マテイは誰でも書き込めるサイトに書いてしまったが、故にいろんな人と会えたが、逆に墓穴も掘ったと。それにしてもですよ、30人の被害者が出るまでね、誰も通報しなかったっていうのもね、本当にこう世も末です。インターネットを介した犯罪は自殺サイトに限った話ではありません。近年では SNS やマッチングアプリを利用した出会いも増えており、見ず知らずの相手とトラブルになるケースも急増しています。誰でも手軽に利用できるツールだからこそ、いつどこでどんな危険が潜んでいてもおかしくはないんです。画面の向こうにマテイのような犯罪者がいる可能性があることを決して忘れないでください。